度はニューノスロードスターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。今日はこの車をお買い上げいただいたあなたに、その取り扱い方や各装置についてご説明してまいります。このビデオをよくご覧になって、安全で快適なカーライフをお楽しみください。はじめに運転席周りの操作方法をご覧の順序で説明いたしましょう。シートの前後調節は、シート左下のレバーを引き上げ、スライドさせて調節します。背もたれの角度の調節は、このリクライニングレバーで行ってください。走行前には安全のため必ずシートベルトを装着するようにしてください。装着の際には腰骨のできるだけ低い位置にかけるようにしましょう。お腹の部分にかけると万一の時に強い圧迫を受け危険な場合があります。ドアミラーは手で動かしながら後方の視界が十分に得られるように調節します。ミラー本体は手で引くと後方に倒すことができます。ドアミラーはフェンダーミラーに比べてミラーの張り出しが10センチくらい大きくなりますので、狭い道でのすれ違いや車庫入れの時など特に気をつけてください。運転席左側のリモコンスイッチで左右の窓ガラスの開閉ができます。スイッチの後ろ側を押すとウィンドガラスが閉まり、前側を押すと開きます。スイッチから手を離すとその位置で止まります。ハンドル右側にあるコンビネーションスイッチによって次の操作をすることができます。まず方向を指示するときは、エンジンスイッチがオンのとき、レバーを上方向に操作すると左側、下方向に操作すると右側の方向指示灯が点滅します。またレバーを軽く上方向または下方向に手で押している間、左側または右側の方向指示灯が点滅し、レバーから手を離すと元の位置に戻ります。車線変更などの時に便利です。このつまみをオフの位置から上に1段回すと車幅灯、尾灯、番号灯が点灯します。つまみをさらにもう一段回すと格納されていたヘッドランプが上昇し点灯します。つまみを元に戻すとヘッドランプは消灯し格納されます。ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前方に押すと上向きに、戻すと下向きに切り替わります。ヘッドランプリトラクタスイッチを押してヘッドランプを上昇させます。レバーを手前に引いている間ヘッドランプが点灯します。レバーを手から離すと消灯します。この繰り返しでヘッドランプを点滅させることにより、前を走る車に追い越し合図を送ることができます。ヘッドランプリトラクタスイッチをもう一度押すとヘッドランプは格納されます。
エンジンスイッチがオンの時、ハンドル左側にあるこのレバーによって次の操作を行います。レバーを一段下げるとワイパーが数秒おきに完結作動します。レバーをもう一段下げると低速で動きます。さらに3段目まで下げると高速で動きます。またレバーを押している間だけ作動するワンタッチワイパーの機能もついています。レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴出するとともにワイパーが数回作動します。ウォッシャー液が十分に出ないときはウォッシャースイッチを使用しないでください。ポンプの故障の原因になります。このスイッチボタンを押すと前後左右の方向指示灯が点滅します。故障など非常の時のみご使用ください。次に計器板の中の警告灯についてご説明いたしましょう。ブレーキ警告灯、エンジンスイッチがオンの状態でパーキングブレーキを効かせているとき、ランプが点灯します。パーキングブレーキを解除するとランプは消えます。もし解除してもランプが消えないときはブレーキ液を補充してください。それでもランプが消えない場合は直ちにユーノス販売店へご連絡ください。充電警告灯、正常な時はエンジンスイッチをオンにするとランプがつき、エンジンを始動すると消えます。エンジン回転中に充電装置に異常があるとランプがつきます。この場合はオルタネーター用ベルトの緩みや切れなどが考えられますので、ユーノス販売店へご連絡ください。シートベルト警告灯、シートベルトを装着していないとき、エンジンスイッチをオンにするとランプがつき、しばらくの間警告音が鳴ります。シートベルトを装着するとランプは消えます。排気温度警告灯、正常なときはエンジンを始動すると消えます。エンジン回転中にランプがつく場合は触媒装置またはその周辺の温度が異常に高くなっているときです。速やかにスピードを落とし、枯れ草など燃えやすいものがない安全な場所に停車してエンジンを切ってください。点検を受けずランプがついたままで通常走行することは非常に危険です。これまで運転席周りのいろいろな装置についてご説明してまいりましたが、お分かりいただけましたでしょうか。では次に、快適なドライブを楽しんでいただくための室内装備についてご説明いたしましょう。ヒーターはこのレバーで温度をコントロールします。右側にすると温度が高くなり、左側にすると低くなります。このレバーが左側の時内気循環、右側にすると外気の導入ができます。一番下のレバーで風の吹き出し口を切り替えることができます。風の吹き出し量を4段階に調節できます。なおオプションのエアコンをお取り付けになった場合はこのエアコンスイッチを入れ、温度コントロールレバーを左に寄せると冷房が効きます。エアコンは冷房だけでなく湿気を取る効果もありますので、
ガラスの曇り取りの時にエアコンを作動させるとより強力に曇りを取ることができます。まずラジオ放送を聞くときはこのつまみを押すと電源が入り、回すとボリュームの調節ができます。そしてこのつまみの下に小さく覗いているのはヘッドレストスピーカーのボリューム調節のためのつまみです。ただし上のボリューム調節つまみが左いっぱいに絞り込んである場合はヘッドレストスピーカーの音は出ませんのでご注意ください。AM、FM の切り替えはこのボタンを押すと AM、FM1、FM2 と順に切り替わります。このつまみは低音、高音、そして左右の音量の3つの調整ができます。つまみをそのまま回せば低音の調整ができます。つまみを引き出して回すと高音の調整、そしてつまみの下の小さいこのつまみを回すと左右のドアについているスピーカーのバランス調整ができます。それではラジオの選曲の仕方についてご説明しましょう。まず手動選曲です。チューンボタンをポンと押すごとに周波数が移動します。チューンボタンをピーという音が鳴るまで押すと受信可能な曲を自動的に選び、その周波数で固定されます。次に自動選曲をやってみましょう。このスキャンボタンを押すと周波数が自動的に移動します。受信可能な曲をキャッチすると約5秒間止まって再び選曲を繰り返します。希望の周波数で停止したら停止中にもう一度スキャンボタンを押せばその周波数で固定されます。選曲ができたらこの1から6までの選曲ボタンに記憶させておくと瞬時に呼び出すことができます。では記憶セットをしてみましょう。先ほどと同じ要領でチューンまたはスキャンボタンで希望の周波数に合わせます。選曲ボタンの1から6のいずれかをピーという音が鳴るまで押すとそのボタンに周波数が記憶されます。なお選曲ボタンの5番と6番にはあらかじめ交通情報の周波数が記憶されていますのでハイウェイなどで交通情報を聞くことができます。カセットデッキの操作についてはよくご存知と思いますが、再生、ストップ、早送り、巻き戻しのボタンを使って操作します。一番右の APC ボタンを使って曲の頭出しができます。まずAPC ボタンを押すと APC 表示灯がつきます。リワインドボタンを押すと今演奏している曲の頭まで戻ります。次の曲の頭まで進めたいときは FF ボタンを押します。次に CD プレイヤーです。これは早送り早戻しのボタンです。上側を押すと早送り、下側を押すと早戻しとなります。手を離すとその位置から再生を始めます。曲の頭出しはこのボタンです。上側を押すと次の曲の頭へ送られます。下側を押すと今かかっている曲の頭へ戻ります。スキャンボタンを押すと曲の始めの部分約10秒間を次々に再生します。リピートボタンを押すとその曲を繰り返し繰り返し聴くことができます。はい、
ここまでは室内装備の数々をご紹介してきました。これらの装置を動かすためのスイッチやレバーがたくさんありますが、スイッチの位置や機能をよく頭に入れておいてくださいね。運転中にエアコンやオーディオなどの操作をしていて思わずハッとすることってありますものね。くれぐれもお気をつけください。それでは次にユーノスロードスターならではのコンバーチブルトップについてご説明いたしましょう。サンバイザーを倒し、左右のドアウィンドウを下まで下ろしておきます。リアウィンドウのファスナーを開いて、リアウィンドウをトレーの上に置きます。アンロックボタンを押したまま、トップロックレバーを手前にいっぱいに引いてロックを外します。コンバーチブルトップをゆっくり折りたたみます。トップロックレバーは必ずロック状態に戻しておいてください。トランクからトップブーツを取り出してコンバーチブルトップにかぶせます。トップカバー裏側の左右にあるストラップをトップフレームにくぐらせてスナップで留めます。トップブーツのモールをボディの溝にはめ込みます。トップブーツをホックとボタンで留めて固定します。これでコンバーチブルトップの収納は終わりました。取り付けは今と全く逆の手順で行ってください。では次にオプションのデタッチャブルハードトップの取り付け方についてもご説明しておきましょう。トップブーツを外しトランクに収納します。アンロックボタンを押したままロックレバーをいっぱいに引いてトップロックレバーとサイドロックレバーのロックを解除しておきます。ハードトップをボディの上に水平に運び、リアデッキロックの穴をボディ側のリアデッキスタッドに合わせてはめ込み、リアデッキロックを下の方へ手で押さえながらハードトップ全体を前方へスライドさせます。トップロックレバーを押し上げてロックします。サイドロックレバーを押し下げロックします。これで取り付けは完了です。取り外し方は今と全く逆の順序で行ってください。では最後にまさかの時の応急処置についてご説明していきましょう。特に私たち女性ドライバーはパンクしたとかバッテリーが上がったとかヒューズが切れたといったような時には全くお手上げで途方に暮れてしまいます。でもこんな時でもほんのちょっとした知識と経験があればなんとかその場を切り抜けられるものなのです。覚えておいて損はありませんよ。タイヤがパンクしたときは路面の平らなところに車を止め、パーキングブレーキを十分に効かせ、チェンジレバーをローギアかバックギアに入れます。トランクルームからスペアタイヤ、ジャッキ、コーンを取り出します。ジャッキをジャッキポイントにセットします。次にホイールレンチでナットを手で回るくらいまで緩めます。ジャッキハンドルを使ってタイヤが地面から3センチほど離れる位置まで持ち上げます。ホイールナットを外しタイヤを取り外します。
スペアタイヤを取り付けます。タイヤがガタつかない程度までホイールナットを手で回して仮締めします。タイヤが地面につくまでジャッキを下ろします。ホイールナットを均等に対角線の順に十分に締め付けます。ところでこのスペアタイヤはパンクした時に一時的に使用するもので、ご覧のように標準タイヤに比べて幾分小さくなっています。したがってできるだけ早く標準タイヤと交換するようにしてください。バッテリーが上がった時は他の車に応援を頼みます。ユーノスロードスターのバッテリーはエンジンルームではなくリアのトランクルームに収納されています。まずブースターケーブルを用意し、お互いの車のプラスとプラス、マイナスとマイナスの端子、あるいはボディーアースにつなぎ、正常な車のエンジン回転をやや高めにしてバッテリー上がりの車のエンジンを始動します。ランプがつかない、ワイパーが動かないなど電気系統に異常が生じた場合は、運転席右下のヒューズボックスをチェックしてください。ヒューズボックスのカバーにはどのヒューズが何に使用されているか記入されています。もし切れていれば、切れたヒューズと同じアンペアのヒューズと取り替えてください。スペアヒューズはカバーの中に用意されています。では最後に一つお願いがあります。車にお乗りになる前には安全のため必ず運行前点検を行ってください。点検の方法はこの整備手帳に書いてありますので、よくご覧になっておいてください。またお車をいつまでも長くお使いいただくためには、最初の1ヶ月あと6ヶ月ごとの定期点検をお受けになることが大切です。なお保証内容につきましてはご覧の保証書に記載しておりますので、よくご覧になっておいてください。ユーノスは安全で快適なカーライフを楽しんでいただくため、品質の高いアフターサービスをお届けできるよう努力しています。今後とも末永くご愛顧いただけますようよろしくお願いいたします。